はい、どうも、久しぶりです。池袋アダムの店長の渡るです。そして、こちらがですね、ザ・ゴトライコードギターの松木剛です。よろしくお願いします。はい、剛くんに来ていただきました、池袋まで。これはですね、前回僕が6月にですね、吉祥寺プラネット経営、はい、ありがとうございました。ライブやらせてもらった時に、はい、こう、ちょっと打ち上げで盛り上がったんですけどね。はいはい、ちょっとゴーク一回池袋来てもらいたいなと。どうぞ来させていただきました。そうそうそう。でね、とりあえずここはですね、スタジオペンタ、はい、池袋ハンズサイド店です。どうぞこれ見てください。いや、かっこいいっすよね。アンプもギターもすげえいっぱいある。なんか、いわゆるなんかギター部屋ということで、はいはいはい、ギターの個人連だけに特化した部屋ってなったらもう僕としてはもうよだれもののスタジオですね。そうなんですよ。今日なんでここにスタジオペンタさんに来たかというとですね、はい、ゴーくんに、個人連の、ギターの個人連の極意。僕なんかね、あげてるんですよ。前にツイッターの方にね、はい、ゴトライコードのゴーくんのギターの個人連の様子が、はい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 。それがちょっとあまりにもちょっと様子がおかしいよね。嘘でしょ。様子が、なんかギターの個人連の様子がちょっとおかしすぎて、はいはい、ちょっと我々が今までやってた個人連は、個人連ではないのかもしれないというね。っていうところで、はいはいはい、ちょっとゴー君に、はい、ちょっと今回教えてもらいたいなと。そう、俺が渡るんですか。いいですか。はい。わかりました。個人連というものはというのもね、はい。はい。というわけで、ぜひともお楽しみにしてください。よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。すげえ息上がってますけど、やっぱちょっと本気でやるとどうしよう、こうなります。まあどうしてね、はい、これをいつも全部毎回。そうですね、主にやっぱライブワンマン前とかこうライブ前とかにはこういうのを個人連でスタジオ入ってやってます。全曲。そうですね、基本的に全曲。だいたい15、16曲ぐらいかな。ちょっとじゃあちょっとこれをね、ちょっと我々もじゃあ踏まえて、はい、ちょ自分の曲で個人練してみようと思います。頑張ります。はい、はい、thank you.
はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやー、どうですか？もう全く弾けない。全く弾けない。全く弾けない。おいしい年が大事ってことですよね。でもなんか、でも高校の時とかは、こんなテンションで、うん、家で練習して、で、あのぐらい暴れてても、なんかしたら弾いてたような気が。ああ、もう確かに。もうなんか、初期衝動を完全にもう、十何年以上忘れていっちゃってるっていうことがちょっと今日すごくよく分かりましたね。自分にとって楽な動きばっかりを、ギターを弾くに、ギターを弾くことに対して楽なことばっかりをやってるな、そうですね。もう全然違うもんね。全然違う。やっぱ自分があそこまでやらないとお客さんには届かないから、ね、確かに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 、はい、そうですね。そんな、そのために個人練っていうものがあるんですね。はい。はい、皆さん、世のギタリスト諸君も見てくれたでしょうか。意外と俺はやれるよと思っていても、まあ俺らもやれるよと思ってた口なんですけど、そうなんです、全く弾きませんから。できません。全く弾きませんから。超ハイテンションギター、個人練、うん、ギター個人練っていうのをね、はい、これから、こんな時代だからこそ流せていきたいなと思います。はい、皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ご来校から、ゴーくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。